で SIM を買いました。ツリーっていうイギリスの携帯会社が出してる Pay as you go っていう、なんていうのか、まあ、旅行者用のね SIM なんですけど、私今まで SIM カードを使ったことがなくて、 Wi-Fi で海外行くときは生活してたんですけど、もう絶対 SIM カードの方がいいよ、安いよっていうことで友達におすすめされて、今回SIM を日本でゲットしました。12GB で1ヶ月使えて、Amazon で買ったんですけど、 Amazon で2100円とかそれぐらいでした。むっちゃ安くて2500円もしたかな、なんかそれぐらいでしたね、まあ、イギリス用に買ったんですけど、ヨーロッパでもほとんどの国で使えるということで、今私バルセロナにいるので、とりあえず今から SIM の入れ替えをして本当に使えるのかどうかをやってみたいと思います。初めてなんですよ、 SIM の入れ替えで。事前に私ドコモの携帯なんですけど、ドコモで SIM のロック解除はパソコン上で行いました。一応サポートセンターにも電話して、もう入れ替えるだけでできますかっていうのを聞いてみたら、できますよとのことだったので、それを信じて今から SIM の入れ替えを行いたいと思います。繋がりますように。はい、ということでこちらがその SIM カードですね。でこれ買った時にこのピン、 SIM を入れ替えるピンもついてきて、でプラス日本語の説明もついてきたんですよ。なのでこの手順に沿ってやりたいと思います。というわけで中を開けてみたいと思います。中を開けると説明書とカードが入っていて、このカードに振り抜く形に SIM カードが入っています。で一度振り抜いてみたんですけど、この振り抜いたものを私の携帯に挿してみたんですけど、どう考えても挿せないんですね。これが私のドコモの SIM なんですけど、ちょっと対比してないで分かりづらいんですけど、どう考えても大きいんですね。でこれおかしいなと思ってみたら、もう1段階くり抜けたんですよ。あ、でこれでいいのかなと思ってやっぱ差し込んでみるんですけど、やっぱりまだ大きいんですね。でよく見るともう1段階くり抜けました。というわけでマトリョーシカみたいに3段階くり抜きました。でやっと差し込めたんですけど、SIM の入れ替えができなくてね、むっちゃ困ってます。わかんない、もうなんでかわかんない。だからバルセロナに来て一番最初に行くところはね、アップルショップ、世界中のどこにでもある。というわけでね、もうね諦めて街を歩くことにしました。最悪 Wi-Fi があるし、この今いるホステルの Wi-Fi すごくいいんですよ。だからね最悪もう Wi-Fi でしのぎますと投げやりになった私は、とりあえず街を散策することにしました。前日にカタルーニャ広場に行ってアップルストアを見つけていたので、とりあえずカタルーニャ広場の方向に向かいつつも、途中でマーケットを見つけてしまって、そこでだいぶ時間を使ってしまいました。やっぱりちょっとジュースも飲みたくなったんで、ジュースを買いに行きます。はい、というわけでちょっと寄り道しすぎたのでアップルショップに向かいます。 SIM 入れ替えできたらいいんですけどね、できるかちょっとわかんない。というわけで数時間の寄り道の後にやっとアップルストアに到着しました。このカタルーニャ広場のアップルストアは英語を喋れる店員さんがたくさんいました。日本語はちょっと無理でしたけどね。店員さんに対応してもらい、ものの5分で使えるようになりました。詳しい内容はブログに書いているので、概要欄のリンクより飛んでチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。